吉川沙織さん。立憲民主党の吉川沙織でございます。4度目の緊急事態宣言、今発出中のものですが、この期限は実に3回にわたって延長され、今月末、つまりあさってをもって解除となります。東京では7月12日から緊急事態宣言が発出されていますが、4度目の宣言発出を決めた7月8日の総理の会見等において、当初の期限は8月22日でしたけれども、これより前倒しの解除はあり得るとまで発言をされておられましたけれども、結果として解除は当初より1ヶ月以上延長されたことになります。総理の冒頭の発言でもございましたけれども、デルタ株の感染力の高さ以外にも、オリンピック・パラリンピック開催が感染拡大に影響したのか、感染してもなかなか入院できない医療逼迫を報道で目にしたことによる行動変容があったのかなど、今回のいわゆる第5波に関わるさまざまな要因を検証・分析し、今後の感染症対策に生かしていく必要があります。そこで大臣に伺います。8月17日のこの国会報告の場において、新型コロナウイルス感染症対策分科会、8月12日に開かれたところで、東京都の人流を7月前半の5割削減、これを目標に設定したことを、この場で報告いただきましたけれども、人流5割削減というのは達成できましたか、できたか、できなかったのみ、お答えいただければと思います。西村国務大臣。お答え申し上げます。全体の人流はですね、7月上旬に比べて 25% から 30% 前後にとどまっています。ただワクチン未接種の方の外出、この人流を取ってみますと、これは推計値でしかないんですが、これは5割近く減っているということでありますので、ワクチン未接種の方が非常に警戒をされて、自粛をされて、そうしたご協力をいただいたものという、その効果もあって減少傾向につながったんじゃないかと、これは要因の一つとして分析をされているところであります。吉川沙織さん。8月12日に人流5割削減という目標が設定をされたときに、集中して2週間の取り組みをということで、8月12日から2週間経てば8月26日です。8月25日に開かれた基本的対処方針分科会で、尾身会長は一時は 35% ほど下がりましたが、今は 25% ぐらいにとどまっていますと発言されておられます通り、実はその未接種の方とか夜間とか分類すれば別でしょうけれども、純粋に見た場合、25% 程度で人流は減らなかったということが示されています。この目標設定にあたっては、科学的な根拠の提示なしに協力を求めることは難しいと、人流5割減の根拠の提示を求める意見、これはコロナ分科会で出されていますけれども、その後も特段の根拠が示されることなく、今に至っています。昨日開催をされました厚労省のアドバイザリーボードにおいて、厚労大臣が新規感染者数が急激に下がっているが、なぜ減っているのか、よく分からずに減っているということは、また増えてくる可能性が十分にあるとおっしゃっています。西村大臣も、これまでの国会報告の場で、そして今日の報告においても、感染再拡大の波は何度も来る、次は来ると繰り返し答弁されておられます。そこでまた大臣に伺います。第6波を前提として、感染急拡大の原因や、緊急事態宣言による人流抑制などの取り組みの効果、今回の宣言解除に至った要因について、検証が必要か、必要でないかのみお答えください。西村国務大臣。常に緊急事態宣言発出して、そしてその対策の効果など、検証しながら、次の対策に生かしていくことが重要だと考えております。その上で、人流のことを少しだけ申し上げると、東京、首都圏などでは、先ほど尾身先生の引用がありました、発言のご引用がありましたけれども、ご発言の引用がありますけど、まさに 30%、35% の人流の減にとどまりましたが、地方では多くが 50% を超えて減少し、この間、ほぼ相関する形で陽性者の数は、ずっと減ってきております。まあ、そういう意味で、これまでの対策の効果の私ども相関関係、あるいはスーパーコンピューターなどを使って分析もしておりますけれども、やはり人流5割を超えて減少があれば、基本的には感染者は減るということは、これまでもデータから分かるところであります。ただ、その首都圏においてこれだけなぜ減ったのかということについては、引き続き専門家とも分析を重ねているところでありますし、一つには、
ワクチン未接種の方の人流、特に夜間の外出が減ったものというのは大きな理由の一つとして挙げられているところであります。吉川沙織さん。今大臣、先ほどの問いに対して東京以外の地方のことをおっしゃいましたけど、8月12日のコロナ分科会で示された目標というのは東京都における人流を5割減で、それが達成できたかできなかったか、目標の設定の段階でも科学的な根拠がない、でその後どうなったのか、ちゃんと検証する必要があると思います。4月23日のこの場で大臣に検証の必要性をお伺いしましたところ、する必要があるともおっしゃっていますので、ぜひそれをやっていただきたいと思います。そこで総理にお伺いいたします。2度目の宣言解除の際、この委員会3月18日ですけれども、取り組みの効果検証を EBPM の観点から行う必要性について質疑し、これに対して総理は検証体制の整備について正式にどこでやるかということはまだ決まっていません、ただ専門家の委員の先生方の話を聞いてということにはなっていますけれども、そこは明確にする必要があると答弁なさいました。質疑から6ヶ月経過しますが、この間検証体制の整備はなされたんでしょうか。もし感染拡大が落ち着いてから後の課題とするならば、内閣はおそらく変わるんでしょう。でも行政は継続性が大事です。行政の継続性の観点から次の内閣に引き継ぐべき事項ではないかと考えますが、総理いかがでしょうか。菅内閣総理大臣。私、確かにインド質問に対しそのようにお答えをいたしました。そしてこのコロナ対策に一定の収拾が打たれば、そこはしっかりやらなければまずい、まあ、そういうふうな思いでありました。ただ現時点において確実にこれはやらなきゃならないと思っている点につきましては、これまで一連の対応を通じて病床や医療関係者の確保に想像より時間がかかるということです。さらに治療薬やワクチンの治験や承認、これが遅くて海外よりも日本は遅れてしまうということです。こうした点についてしっかりと検証をして対応することというのは当然必要なことでありますので、まあ、やる部署というのは当然厚労省とコロナ室で今これ政策を行ってますから、そこが担当するようになると思いますけれども、こうした検証をしっかり行った上で感染症によって揺らぐことのないこの強靭な体制というのをやはり作っていくべきだというふうに思っています。それとやはりこのワクチンが効果があるということは世界のさまざまな事例でこれ明らかになりましたんで、そうしたときに日本だけやはりファイザーとかモデルナとかそれぞれの会社の治験に参加をしてなくて、そういう治験の対象になっていれば特別承認を得ればそこで日本を使えたんでしょうけれども、日本はやはり国内治験が必要だという、これは国会の皆さんのご意思もそうでした。そういう中で果たして必要かどうかということもここは検証すべきじゃないかなというふうに思っています。そうしたことをしっかりと引き継いでいくべきだというふうに思っています。吉川沙織さん。内閣は変わろうとも行政は継続していきますし、国民の命と暮らしを守る必要性は我々政治家もしっかりやっていかなければいけません。与党か野党関係ありません。総理が今おっしゃいましたように、どのデータを使って何を検証するか、どのようにやるかということは大事なことですので、ぜひこれからも立法府の立場で見ていきたいと思います。その立法府の立場から申し上げます。今年の通常国会が閉会しましたのは6月16日です。本日時点で閉会期間は104日に及びます。野党4党は憲法第53条に基づき感染症対策のため臨時会の召集要求を7月16日に出しており、憲法第53条の後段は、召集要求が出されれば、内閣は臨時会の召集義務があるとされています。この閉会中に過去最多の新規感染者数、重症者数となる中、憲法の規定に基づく召集要求にもかかわらず、国会が3ヶ月以上も開かれなかったという事態は、二度と繰り返されてはならないと思います。
この閉会中には、3度目の緊急事態宣言の解除、4度目の発出、延長、再延長、再延長、そして今日の解除含めて、この閉会中だけで、実に国会報告のための議員運営委員会は今日で8回目です。今年1月7日から数えれば、今日で23回目です。で、この国会報告にあたって、今日は総理ご出席でしたので、総理の発言と西村大臣の報告がありました。この国会報告にあたっては、当日朝、毎回基本的対処方針分科会が開かれて、その内容、議論についても、この場で報告してください、いかがですかと申し上げましたところ、その後、分科会の議論の内容についても、報告いただけるようになったことについては、感謝したいと思います。例えば8月17日のこの国会報告の場では、個人の行動制限に関する法的仕組みについても検討を進めてもらいたいという議論があったことが、西村大臣から紹介されました。今回の4回目の緊急事態宣言下で開催された分科会において、個人の行動制限に関する法的仕組みについて、複数の委員から意見があったかなかったかだけ教えてください。内容いりません。あったかなかったかだけ教えてください。西村国務大臣。今日の分科会の話、これ、4度目の宣言下で、今日じゃない、これまで。はい、ちょっとすべてに私、出席してるかどうかあれなんですけれども、私の知る限りは、何度かそんな議論はあったというふうに承知をしております。吉川沙織さん。8月17日の分科会議事録によりますと、6人もの構成員の方から法制化について、やるかやらないかを別として、まずは議論をしてほしいとされています。次の8月25日の分科会においては、国会で議論することを求める意見が多数出たにもかかわらず、8月17日はちゃんと報告があったんですけど、8月25日のこの場では残念ながら一切大臣から言及ございませんでした。当日こうやって報告の場があるにもかかわらず言及しないのは、政府自ら選任した委員の意見を軽視し、立法府に対しても不誠実であると言わざるを得ません。また今日は総理ご出席でいらっしゃいますけれども、大臣は国会報告の場に総理が不在であることを問われると、いつも大体こうおっしゃいます。特措法の責任者は私であり、責任を持って丁寧に説明すると答弁されましたが、政府対策本部長たる総理が、国民の代表が集う国会の場で、国民の代表に直接説明することとは違う話です。そこで最後に総理にお伺いいたします。国会報告の場でも、政府として国民にメッセージを伝え、危機感の共有に努めるべきではなかったのではないでしょうか。感染症対策にあたって、国民への説明に対するこの重要性に対する認識と、この国会報告の場の意義について、政府対策本部長たる総理にお伺いいたします。菅内閣総理大臣。新型コロナ対策を進めるためには、国民の皆さんのご理解とご協力が必要であることは申し上げるまでありません。まあ、そういう中で、さまざまな機会を通じて、政府の方針や政策について、できるだけ丁寧に説明するのが私の役割だというふうに思います。今、国会の話がありました。国会においては、国会の要請の中、あるいは、まん延緊急事態宣言が新たに発出するとか、そういう締めには出させていただきたいと、まあ、そういう思いでありました。そういう中と同時に、ぶら下がり会見というのも数時間やっています。そしてまた、今日も記者会見、これは1時間の記者会見があります。これは確か23回ぐらいやってますから、そういう意味で、国会というのが記者の皆さんの前でそうしたこともやっているということも、ぜひご理解をいただければありがたいと思います。吉川沙織さん。今日で、まあ、菅政権になって、緊急事態宣言に関わる国会報告の議員運営委員会は、1月7日以降、23回目です。この間、節目には出席されたいと今、答弁なさいましたけれども、節目に出てきてくださいと、議員運営委員会理事会で何度も何度も申し上げました。ぶら下がり会見をされても、記者の皆さんを前にする会見をされても、国民の代表が集うこの国会の場で、総理ご自身の口からどんな説明内容であったとしても、説明をされることが危機感の共有につながり、国民の皆さんに対するメッセージではないかと私は思っていたから、ずっとお願いをしてまいりました。まあ、最後は解除ということで、出席をしていただきましたけれども、この間も立法府が法律を作り、
立法府が予算案を成立させることになる場所です。このことをこれからも重く受け止めながら、今日は検証の必要性と、この国会報告の場の意義について質問をさせていただきました。これからも立法府の立場としてしっかりやっていきたいと思いますので、どのような立場になられましても、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。高橋